はい。はい、これもね、パスワードがあるんでね、ちょっと長いですけどね、ちょっとお付き合いいただきますね。皆さんにね、パスワード見ていただけるの、ちょっとね、ちょっと長いですけどね。セヒゴ。ファミコン版のパスワードをね、打ってみるという検証なんで。パスワード打つところを見るのがうざい人は飛ばしてもらえればいいんですよね。はい。はい、ノーカットでお届けしますんでね。皆さんね。ムレパ、まあ。パスワード見るの面倒い人は飛ばしてもらって結構ですんでね。よろしくお願いします。ムレパ。メラミね。はい。ドラクエ3の呪文が出てきましたね。はい。つわわじ、はい、ムパキ、まあ、パスワードがない長いですからね、ドラケー2はね。はい、メセノ、イヒリゴ、屋根で、屋根で、ムオリザ、はい、ボガラ、からエベズ。逃げろ、ヘビゲロゲロゲロって感じね。ヘペ、おお、合ってた。そうか、すげえな。ファミコン版のパスワードがね、2も使えるというね。そう、ヤリイカって名前なんですよ、これ。これもね、実は友達のね、パスワードなんですけどね。はい。奥田くんっていう友達がいましたね。で、その奥田くんのパスワード、最強パスワードをいただいて、それを使わせてもらっています。はい。まあ、僕ね、ドラクエ2僕もね、やってたんですけどね、アレフガルドあたりでパスワードが間違ってたことに、間違ってましたね。それで挫折しちゃったんですよね。当時ね。うお!いきなり出たか。すごいな、出た瞬間から敵出るってね。ああ、マジか。しかもブリザードいるしな。はい。ちょっとこれセーブしときましょう。このね、ブリザードにね、もう速攻やられるっていうことがよくあるんでね。セーブしといた方がいいですね、これね。はい、難易度が高いんですよ。ドラクエ2はね。デビルロードね。ああ、回り込まれた。うわ、ビキラマ。うわ、なかなかあれやな。やばいね。やばいやばい。パウロやばいやん、おい。ちょっと待って。しょうがないなぁ。こんなとこでベフォーム使うんやね。
けど、魔法使うのもったいない気するけどな。まあいいや、攻撃で。やばい。ほんまに最強か、このパーティー。めちゃ手こずったね、お前。ちょっとこれ戻った方がいいね。もういきなりこんなにね、疲労してたらダメやな、これ。はい、呪文ちゃうわ。道具、これは牢屋の鍵やったな。アイリンかな、これやね。うえー、マジか。そんなにダメージ受けんのこれ。いや、ここちょうど生き返らせられるからいいけどさ。高っ。まあ金いっぱいあるからいいけどさ。これでもね、生き返ってもね、一問と一なんですよね、このゲームってね。だから回復させないといけないんですよ。出たいんやけどな。この神父が邪魔なんよ。ああ、もうどけよな、ほんま。これどっか、他のとこから外出れる方法ないかな。 MSX 版って歩くの遅いな。はい、エルーラ。はい、これでセーブします。はい、いやー、アークデーモン、まあ一回やったら逃げれんちゃうかな。よし、逃げれた。あ、アークデーモンか。あー、回り込まれた。2回も攻撃してくるのかい、こいつ。うわ。うわ、ユナズン。最強の攻撃呪文ですね、ドラクエ2では。あら。うわ、強えなぁ。ていうか、パオロ防御力弱すぎるやろ。やばい。回復せえよ、おい。パウロ素早さがないのかね。回復するの遅いわ。あー、間違えた。ちょ、待った。危ねえ。ネット倒した。つうか、こんなまだね、で始まったばかりやのに手こずりすぎやで、おい。声のなくなってまうで、ほんまに。ああ、ブリザード出た。これ厄介なんですよね、こいつね。ザラキ使ってくるからね。ああ、よくやった、逃げれた。ザラキで結構やられるんですよ。うわあ、ブリザードはきつい。
悪魔の死神って感じですよね、あいつね。サイロクロプス。ああ、回り込まれた。エンカウント率高いな、シルバーデビル。やばいやばい、めっちゃ強いな敵。やべえやべえ、3人ともやばいやんこれ。メホイミ一番やばいのはヤリイカやね。でベホマ、こんなとこでベホマ使うのかもったいないな。あー眠った。やばい、回復せよパウロ、遅いね。あーそうか、眠ってたんか。使うしかないな、パウロに。やばい、死んだ。もう今さら回復しても遅いっつうに、おい。これダメですね。これはロードやな。はい。こういう時にセーブが役に立つんですよ。クイックセーブがね。あ、またか。あ、マジか。いや、ドラクエ2は難易度高いわ。だって最強レベルでこんな手こずるんですからね。いや、前ね、ファミコン版でこのね、最強パスワードでやってますけどね、その時もめちゃくちゃ手こずりましたから、あの時しかもね、実機でやってるんで、ファミコンのね、クイックセーブもないですからね、何回もやり直してやってたんですよね。パスワード打ち直して何回もね。あ、パスワード打ち直してないな。これさっき僕ね、やった時道間違えてた、上だったんですよ、これね。だからどっちにしてもやり直しだったんですけどね。あ。おい。タイで、おい、なんて前に組まれんねん。あら。うわ。これもしかしてファミコン版より逃げられないゲームなんちゃうの？これ、MSX 版って。ファミコン版になったらもっと逃げれるんですけどね。MSX 版の方が難易度高いのかな？妙に逃げられないもんな。ちゃうちゃうちゃう。まあ完全回復はしなくていいですよね、まだ。うわ、酔うてるな。エンカウント率も高いな。よし、逃げた。ほら、一歩で出てくるもんね。この辺でセーブしよう。もうまめにセーブしてやった方がいいな、これ。ああ、もう。よし、逃げれた。ああ、もうよう出るな。あーもう
ないな。ベゴマ使おう。こんなところで使ってたらマジックポイントなくなってまうで、おい。うわ、シルバーロード。だからデビルロードか。よし、逃げれた。もう妖術師珍しいな。あ、またギガンテスや。よし、逃げれた。ここでセーブ。もうまめにセーブしよう、ちょっと進んだら。そうでもしないとね。デビルロード、うん、こいつら結構強いからな。あかん。ああ。やばいやばい。やっと逃げれた。いやーこれはねー。あまりにもこのパーティー弱すぎるやろ。せめてヒットポイント100はないとなー。セーブ。結構今出なかったからな、運がよく。ギガンテス逃げる。ああ、もう、うわ痛恨、うわマジか。いやセーブしといてよかった。ロードロード。めっちゃ100いくら食らってたな、さっき、アイリン。あれ？ちょっと待って、これ道間違ってんちゃうの？これもしかして。あー、マジか。ちょっと待って。ロード、ロード。上か。上や、上。これでいいんですね。はい。で、ここ入るとローレシアのね、城みたいになるんですね。あー、デビルロード。あー、マジか、もう。あと、一歩一歩やのになぁ。まあ、一応ね、よう考えたら、ここローレシアの城入るとね、宿屋があるんですよ。それ利用すれば回復できるんでしたね。忘れてました。普通にね、宿屋に泊まれるんですよ。はい。だから、ここに来ればね、全部回復するんだったの忘れてましたわ。はい。で、これで、一応セーブしましょう。んで、道具。やりかか？違うな。アイリンかな？違うな。あ、これですね。ルビスの守りね。これ使うんですよ。精霊の声聞こえる。アイリンは騙されてはなりません。すべて幻です。はい。まあこれね、ベビーサダンやったと思うな、これ。話しかけたら襲ってきますからね。で、呪文、トラマナ。これな、沼、毒の沼はね、ダメージ受けなくなるんですよ、これで。で、これがね、確か、金の鍵じゃなかったかな。
あれ？ちょっと待って。ここか？これ見えないからなぁ。扉が。え？あ、そうかそうか。一番端やったっけ？ここやったっけ？え？こっちか。合わない。鍵があるのは確認できたけどね。銀貨じゃ。え？牢屋かじゃ。あんな、もう久しぶりやからほんと忘れてる。ネタ行ってきましたね。そろそろね、あれしないとトラマナ切れるぞ、これ。よし。で、トラマナもう一回使うと。めんどいんですよ、これが。はい。で、これさっきね、鍵が見えてたんで、一瞬ね。これも金の鍵ですよ、これはね。はい。で、またここでトラマナ使うんですよね。あ、まだいけるかな。あー、でも切れてたか。ダメージめっちゃ受けてたな。で、ここで、邪神の像を使うんですね。で、これでやっとね、塔の中に入れるわけですよ。一応回復させといた方がいいな。セーブしておきますね、一応ね、はい。まあ、そんなにね、複雑なね、迷路ではないんで、ここはね。迷路は単純なんでね。ただその前に三大ボスがいるんですね。それが結構強いと思うんで。あれ？あ、こっちか。ここやったっけ？あ、ドラゴン出てきた。珍しいな。逃げれた。どこだったっけ、これ。入るとこはどこかわかんないんだ、これ。見えないんな。こっちか。ここでいいのか。あ、ここやね。ああ、無駄に回り込んでもうたな。はい。あ、はぐれメタル出てきた。でも、レベル、あ、これじゃわからないから、戦っても無駄やね。ベギラマ使うねんね。あ、これ、メタルね。あ、回り込まれた。あ、逃げた。まあ、この回までですから、ザコ出てくるのはね、この次の回からね、ボスしか出てこなくなりますからね。あー、この瞬間ね。あー。やばい、勇者やばい。やばい。あー、死んだ。これはもうロードですね。いや、むずいわ。ほんと、クイックセーブがあるからよかったけどね、これなかったら大変やで、これ。いや、まあ、前回ファミコン版でやったときね、実機でやったんでね、何回もやり直したんですよね。つうか、弱いわ、このパーティー。もうやりかやばいやん、俺。これもう一回やった方がいいな。もう一回ロードした方がいいな、これ。さすがに今のは効率悪いわ。またアークデーモンか。ああ、もう。やっと逃げた。出るなぁ、フレームや。はい、逃げれた。いや、ドラケ2ってね、結構挫折した人が多いらしいですけど、なんかわかる気がしますね。難易度基本的に高いですよね、ほんとね。おそらく歴代のドラクエシリーズで一番難しいんじゃないかっていうね、声もあるぐらいですからね。はぐれメタル戦おうか。まあ、意味ないやな。
経験値稼いでもしょうがないもんな、最強やから。よし、ここ入るんですね。はい、でここからはもうあのボスしか出なくなるんで、雑魚出てこないですからね。はい、ここも敵出ないですから、ボスしか出てこないですからね。三大ボスのね、じゃここでセーブしましょう。はい、まずバズズ出てきますからね。ここに出てきますね。はい、アトラスか、バズズじゃない、バズズ2体目、2人目やね。そう、これまあボスの1体目なんですよね、アトラスね。はい、一応回復した方がいいかな。タオルはやばいですね、結構。やばい。あー、死ぬかよ、おい。死ぬか、おい。ロードやな。まさか死ぬと思わなかったな。防御力弱すぎるやろ。で、またね、パウロも回復するのも遅いからな。会心出ましたね。あと、ちょっと待って、回復しとくか、一応な。うわ。やばい、やばい。まだか。ベホイミやりか。でも念のためにもうね、ベホイミでいいかな。ベホイミしとこうかな。ベホマもったいないですね。二重でね。ああ、でもその前倒してもた。もう早く回復したい時は二重で回復をねした方がね、回復する可能性が上がるんでね。ベホイミでいいよな、まだ。ベホマ使うとちょっとまだもったいないかな。ちゃうちゃうちゃう、パウロでね。これ万が一でも死んでも、そういえば、ね、パウロがザオリク持ってるから、ね、生き返らせることもできますけどね。万が一の場合ね。まあでもクイックセーブがあるならクイックセーブした方がいいですね。で、ここも敵出ないですからね。ボスだけしか出てこないんで。ここに出てくるんです。これ一応セーブしとくか。ほんと、こまめにしとこう。で、ここバズズですね。うん。ちょっとね、皆さんがちょっとシルエットしか見えてないと思いますけど、一応紫色なんですよ、バズズね。眠らなかった。よし、よかった。倒した。結構余裕でしたね。アトラスの方が強かったんかなって気がするね。はい、でここも敵出ないんでね。でここはアークデーモンですね。はい、セーブ。はい、アークデーモンね、黄色なんですよね、アークデーモン。アークデーモンちゃうわ、ベリアルか、ベリアルですね。皆さんから見ればちょっとね、シルエットしか見えてないのがちょっとね、申し訳ないですけど、直撮りなんで。やばい、あー死んだ。まあいいか、ザオリク使おう。あ、でもそれももったいないか。マジックポイントもったいないもんな。ロードやな。呪文使うか。ヨナズン使おう。あー、効かなかった。マジか、おい。マジックポイント無駄やったな。今日、回復使うか。はい。
よくさっとこう。バギあ、効かないか。こいつ効かないのかな、呪文が。今日もアイリン使っとこう、踏んで。あ、ベギラマ持ってないんや、意外と。そうなんやね。ラリホー使ってみよう。お、眠らせた。いけそうですね。あ、倒した。会心出ましたね。で、ここでトラマナを。で、ここでちょっとね、回復させた方がいいな、これな。これ最大なのかな。まあいいや。うん、これでまあいいかね。うん、いいと思うんですよね。うん、で、セーブしとこう。セーブね。はい。ハーゴンですね。はい。はい、ハーゴン。なあ、ここはしたってなあ、シルエット綺麗に見えないもんな。うん、これでもいいか。でもちょっとなあ、これダメなんですよね。ちょっとこれでいいか。まちょっとマシになるね。これでいいや。ちょっとはまあシルエット見えると思います、はい、シルエットの色がね。ヨナゾン、うわ強いな。呪文使わない方がいいな。効かなかったらもったいないもんな、マジックポイントがね。あー、ペホマ使いやがった。やばい、強いな。全員回復できる呪文とかないからな。パウロやな。ほんで、ベホイミでいいよな。まあ、とりあえずやりいかやね。お、返しにだ。お、ええ感じ。お、おのれ、口押しや。このハーゴン様がお前らごとくにやられるとは。しかし、私を倒してももはや世界を救えまい。我が破壊の神指導よ、今ここに生贄を。あー、しまった。あー、しまった。回復したしなあかんやん。しまった。今のね、動かない状態で回復しなあかんかってんな。出てきましたね、ラスボス指導ですね。とりあえず戦うで、回復まず先にしなあかんな。一旦損したな、これ。ベホイミでいいかな、とりあえずね、アイリンね。うわ、強っ。そんなクラウンやん。
気でいいな。はい。ちょっとね、誰方を使ってみれば一回切ったろうか。うわ、やばい。うわ、やばい。あー、無理か。回復するしかないよな。まあ、とりあえずアイリンで、呪文、もうベホマ使おう。パウロね。あんまりケチってもしょうがないもんな。やばい。ああ、マジか。またロードですね、これね。うわぁ、また、シゾウじゃ、ハーゴンからやらないかいにゃ。回復させるんですね。だからまだパウロで回復した方がいいな。これ間違えてね、リレミトとかやってしまったらもうね、一巻の終わりなんでね、そういうことも昔ありましたからね。で、回復、完全回復かな。で、パウロ、コイミ。あ、そうか、やりか、まだ回復できるな。で、まあ、使おうか。で、これでセーブ。はい。これでいいですね。はい。指導できましたね。はい。さあ、今度こそは倒したいですね。攻撃呪文が効くからちょっと試してみましょう。あ、いきなりベホマ使ってる、こいつ。こいつはね、1ポイントが250ぐらいって効いてるんでね。そんなに多くないんですよね。あ、効かなかったか。会心とか出たらもうすぐ倒せそうな感じするんですけどね。あれ、ライフ。あ、眠れなかったか。ガナン使ってみるか。これでな、ちょっと守備力下げるんですよ。まあ、ベホマ使いやがった、こいつ。よう使うんですよね、ベホマ、こいつは。ギョナズ使ってみるか。あー、効かないか。あ、間違えた。あ、まあいいか。
自分に使わなあかん、自分にね。なんで、パルプンテをね、使うともね、たまにね、倒せるときあるんですよね、それでね。ああ、守備力上がった。パルプンテでなんかね、恐ろしいものを呼び出してね、指導を倒せるときがたまにあるんですよね。そういう変なね、倒し方がしたことがあるんです、昔ね。はい。まあでも、とりあえずいいや。はい。もう一回、行かな。まあでも、いけそうな感じするな。この調子でいけば。まあいいか、回復しなくていいや。こう言ってでいいや。250ですからね、なんとかなりそうですよ。もう倒せんしたい、そろそろいけそうやな気がするな。あー、ミスった。お、まだ死なないか。やばい、意外となかなか硬いね。あ、倒した。いい、倒しましたね。はい。どこからともなく美しい声が聞こえる。破壊の神指導は死にました。これで再び平和が訪れるでしょう。私はいつもあなたたちを見守っています。お神は私の可愛い子孫たちに光あれ。さあ、お行きなさい。はい。呪文。これでもルーラー使ってもな、選べないもんね。一応でもルーラー使った方がいいのか。ルーラーで一応まあ祠に行くと。邪悪な神は滅びました。これで人々もきっと救われることでしょう。はい。この沼もね、ダメージ受けなくなるっていうのも不自然ですけどね。指導を倒しただけで。これでね、船に乗って戻るんですよ、ローレシアに。自分の足で行かなきゃいけないんですよね、これね。ルーラーで行けないんですよ、ドラクエ2って。ドラクエ2ってね、まだルーラー、街を移動するルーラーじゃないですからね。近いですね。まあ、一応攻略本の地図をね、見ながらやってるんで。さすが我が息子、ルトの血筋を引きし者。今こそ前に王位を譲ろう。引き受けてくれるかな。
モーレシアの新しい王の誕生じゃ。さあ、パオロ王子も、アイリン姫もこちらへ。これから、三人で力を合わせ平和を守ってくれい。新しい王様万歳、ヤリイカ王万歳。なんでヤリイカっていう名前にしたのか、ちょっとね、わからないですけどね、その友達ね。まあ多分ふざけてつけたんでしょう。はい。まあよし、ね、エンディングですね。神曲ですよね、これもね。ユージ・ホリー。ね。今日はね、ラズパイを使ってね、結局 MSX しかやってなかったですね、本当に。池のり、山盛り。まあでもね、音楽の音質はファミコン版の方がいいですよね、やっぱりね。中村浩一ですね。ここにね、ドラクエ2のね、攻略本もあったんですよ。これをね、使って地図をね、見させてもらってました。はい。一応まあこれね、ドラクエ1、2の攻略本もね、はい。いやでも何回クイックセーブでやり直したかって感じですね。それぐらい難かったですね。ドラクエ2はね。はい、G エンド。はい、じゃあ今回これでね、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。